僕は空気だったのかな、気の置けない仲間の中に居場所を見つけたつもりだったんだ。ほら、僕がいなくなってもいつもの集まりが開かれている。あれ、グラスの数が合わない。はあ、早速新しい民もいたのか。いよいよ僕の居場所は。でも、あの席はいつも僕が座っていた場所。空席のグラスに変わるグラスを重ねられていく。変わるか。僕の居場所はここじゃない。あの人と本当に長い時間一緒に過ごした。もちろん楽しいことばかりじゃない。辛いことも悲しいこともあった。でも今となっては全てがかけがえのない大切な思い出。十分に経験した。もう思い残すことない。そう思っていたけれど。そうね、特別なことじゃなくていい。何でもない日常を重ねることが大事よね。俺は戦いに敗れた。あとは消えるのを待つだけの、はずなのに中途半端にとどまっている。俺には後悔も未練も残っていないというのに一体なぜ。繰り返す呪文の時折に思い出されるやつとの戦いのヒリヒリとした緊張と高揚。そうか、刃を交えたやつも同じ顔していたな。いつかまたやつと。料理やってから来ればよかった。ああ、そういうこと。なんとかなるやろ。食べんの。食べん。私は飲みね。飲みね。よかった。やっぱり君が姿を失わなかった。もじいからスープだけ飲むか。どうしてここに。スープ、最後の晩餐になっちゃうじゃん。心の中にいた私は強い闇の衝撃を受けて気づいたらこの世界だ。帰りは。すごいね、ナミネと空がこうやって再会するのはね。約束だったからな。でも本当は忘れるはずだったじゃん。俺の体が完全に失われなかったの。帰りがつなぎ止めてる。早く行ってあげて。分かってる。でも君は。ナミネも元の姿に戻したいんだ。うん、ナミネ。私はもともとカイリから生まれた。カイリが復活すればまたその心に戻る。俺はナミネにお礼を言わなくちゃいけない。データの世界では言えたみたいだけど、この世界ではまだ言えてない。でもまだ言えないんだ。たとえナミネやロクサスが納得していたとしても、それはきっと本心じゃない。俺はロクサスの記憶に触れてそれを感じた。ロクサスを待つ人がいる。でも私はいるよ。俺やカイリやドナルドやグーフィー。ナミネも悲しいな。ロクサスだってナミネに会いたいはずだ。そして一番会いたい人が迎えに行くよ。ソラ、ありがとう。ともかく、カイリが復活すればナミネもこの世界から出られるんだよな。急ぎよ。あ、待って。え？私は記憶をたどって唯一足取りが途絶えていたテラと話したことがある。彼は今も強い思いで元の世界にとどまっている。ほう。私がそのつながりをたどってみるわ。それできっと敗北の運命が変えられる。え？私も戦うってことかな。そういうとこやっぱりカイリに似てる。ありがとうナミネ。ああ、うん、これはさっきのお礼とは別ね。書いた。うん、向こうになっているうちに。じゃあ行ってくる。気をつけてね。ナミネ頼むぞ、テラの心を。私たちはいつも一緒。同じ服を着て同じところに遊びに行って同じものを食べた。鏡と歩いてみるみたいに見た目も一緒。なのにどうしてここには私しかいないの。なんだろう、私を引き寄せてる強い思い。気づいた。私も同じ風に思っている。私たちはいつも一緒でしょ。もう何も数えることはない。そう言い渡したとき歓喜するものと思っていた。
あやつの顔には悲しさが混じっていた。技は全て教えたはず。一体これ以上何を望むというのか。それをが確かめられるのは時間だけが過ぎ、ついにこの時を迎えてしまった。しかし離れてみて分かった。あやつが何を望んでいて、またわしも同じものを望んでいたことか。それは技術の伝承だけだね。心のつながりだ。彼と友達、周りにそう言い続けているうちに、いつの間にか意識するようになって、なんだか人に居づらくなって距離を置いていたら、本当に離れ離れになっちゃった。ああ、彼はどう思ってたんだろう。感情が満ちてくる。うん、そうだね。その気持ちに応えなくちゃ。おかしいな。走ってもパパのところにたどり着かないぞ。ははーん、これは前にやったかくれんぼって遊びだな。よし、見つけるぞ。うん、見つからないや。もう高3だ。だから出てきてよ。僕はこの辺探しているのに、パパは探してくれないのかな。あれ、ちょっと待って、パパさんの声が聞こえる。わかった、あの光に向かって走ればいいんだね。空が戻ってきてる。最初透けてたけど。君は？私は。よかった。君は話せるんだね。あなたはなぜこの世界で人の姿を保てているのですか？いや、それは俺にもわからないんだけど。そうなんですね。君は誰かの心なの？私はその名も姿も。いや、ここでは食べん。今は何者でもありません。いいよ、そんな限界になったら食べるから。君の心は存在してるじゃないか。大丈夫。いいタイミングで朝に変わって食べてくるから。彼、誰か助けに来てくれる？それは分かりません。彼も姿を奪われ、今存在する彼は別の心を宿しています。もし彼が元の心を取り戻す時が来れば、きっと私を探し回ると思います。だからここに留まり続けているのです。そうか、君も諦めない。この声、完全にあれだね。そういう選択肢もありますね。考えもしませんでした。なんか俺ともあれだと思う。いいと思うよ、その方が。俺の知ってる子もそんなだ。諦める選択肢はない。この声は、まあ、ついにこの話してる感じ、2で出てきたあれじゃないかな。もう一人のキーブレード使い。ところで誰に姿を奪われたんだ。違うのかな。ハートレスが奪うのは心だから、ノーバディ人でしょうか。人が、俺に何かできればいいんだけど、今はどうすればいいのか。あなたはあなたのなすべきことをしてください。なすべきことか。いっぱいあるよ。じゃあいっぱい頑張らないといけませんね。うん、そうだな。まだラスボスもあるしな。でも何からすればいいんだろう。この世界に来ても姿を保っていられるあなたなら、きっと強い思いがあるんだと思います。その思いを信じてみたらどうでしょうか。ありがとう。君は不思議だね。なんか元気になるよ。君が待ってる人も早く来てくれるといいね。はい、ありがとうございます。あ、そうだ、もしその彼に会ったら伝えとくよ。彼の名前は？これシオンじゃないかな。え、この喋り方あったっけ。内緒ですよ。ロクサスって言ったんじゃないかな、さらに。これはキンハー UX 見てると分からないと思います。違うかな、見てないんで多分。
ユニオンのやつ。あーてかユニオンのやつ見たことあるけどって感じだね。覚えてないねよ。懐かしいな。覚えてる。不思議な場所だな。あとに、オッケー。最高。元の場所に戻りますか。はい。戻りましたよ。ソラさん、こんにちは、こんばんは。体落ちてて見つけられないの？僕はそういうんじゃないよ。じゃああれか？チリシーも誰かの迎えを待ってるとか。近いかな。誰だよ。探してやるよ。いやいいよ。今彼は過去の記憶はないし。何より今の仲間たちときっと楽しく過ごしている。悲しい。ここにいればまた彼に会えると思うから。そっか、じゃあまた俺が会いに来るよ。俺たちもう友達だろ。友達か、なんだか懐かしいな。じゃあ俺行ってくる。ありがとう。彼ね、誰だろう、わかんないんですよね。あんまりユニオン系ちゃんとや、あのスマホゲームやってないんで、話があんまりわからん。でもどうやってみんなを助ければ？君はキーブレード使いなんだよね。心を失った人の心を取り戻す力は習得してないですね。ちょっと違う気もするけど、目覚めの力かな。よくわかんないけど、自信ないの？いや、助けたい一心。よし。闇を照らす光を探して。記憶を失っている今仲間がいる彼、ユニオンクロス、よく知ってる彼なんですよね。そうなんだ。光を導く心のままに。ソラ、あ、俺はここに戻ってくるんだ。お前は諦めない。キーブレード墓場。
答えてくれ。ジョーさん、ゆっくり食べな。よく噛んで。お腹ペコペコ。うん。全部食べちゃっていいから。あれ。うん。あ、ここあれじゃん。オリンポス。ヘラクレスの世界。ここに陸が。誰もいないのかな。私がいますよ。あ、ジミニー、お二人さん仲良しでほっこりする。大変なことになりましたね。でも負けるものですか。早くみんなを探しましょう。あ、さあ探しますか。あ、リク、一番はリクなんだね。一番最初は。ハートレス。ああ、返して。返して追っかけよう。返せ、敵のハート。おっしゃ。あ、待って。お、行っちゃった。空が戻った時のようにみんな消えた場所に再生するのでしょう。早く他のみんなも助けに行きましょう。わかった、レッツゴー。敵はあの黒い正気の先に逃げたに違いない。正気の先はそれぞれが別の世界に繋がっている。あー、回る系か。全部オリンポスから奪われて。急ぎましょう。なるほどね。じゃあここ行きますか。トイレだ。